よいしょ。ちょっと散らかったお部屋を綺麗にしとこう。お疲れよってありがとうございます。なんかちょっと疲れた顔してる疲れたわけじゃないんだよね。お疲れ様でした、ありがとうございます。いやー、ぐっちゃぐちゃになっちゃった。次回リベンジしますって、もっとぜひぜひリベンジしてください。嬉しい、撮ってくれて、なんか撮ってくれてとか撮ろうって思ってくれて嬉しい。もちろん今回撮れなかった方とかいらっしゃると思うんですけど、なんかこう撮ろうって思ってくれたことが真面目に嬉しくて、私はありがとうございます。このなんかカチャカチャ直しながらですみません。いろいろぐる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 考え事 してたらダメだね。なんかめっちゃ思った。私一回あーって思うとなかなか抜け出せないんですよね。多分みんななら知ってると思うんだけど、舞台の開始も遅れてたけど受付開始も遅れてて取れんかった。前向きな考え事じゃないの？前向きな考え事っていうか、やっぱさ、私今日間違えちゃったんですよツイッター見たら分かると思うんですけど、慎重にやってたつもりだったんですけど間違えちゃって、そうでさ、あーまたなんか言われちゃうのかなだからさ思ってたらさ、なんかもうぐる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 になっちゃって、ね、難しいねって思っちゃっただけ。ね、なんかさあ、一回ラジオに変えていい？そうね、なんかなんて言ったらいいんだろうな、ね、
なんかさ、やっぱそのね、好きなこととかさ、他の人がね、この人が好きなこととかを私は知らないわけじゃないですか。それに対してこう、なんだろう、こう、あ、こんなのも知らないのってきっと思われてるんだろうなとか思ったりしたんですよ。え、これ常識じゃないみたいなそう思って、そう思われてるんじゃないかって思った時にもすごいなんか怖くなっちゃって、でもせっかくこうね、お仕事で関わらせていただいてて、自分もこうね、少しずつ覚えてきてるし、本当にね、本当に1ミリずつかもしれないけど、なんかこう分からないことが分かるようになるとすごく嬉しいんですよ。にわかっぽく思われた、思われそうみたいな、いや、そういうわけじゃなくて、なんか怖くなっちゃったの。自分がね、勇気出して SNS で発信するようになったじゃないですか、本当につい最近だけど、なんかこう頑張って勇気出したんですよ。まあ自分の失敗の失敗がいけないんですけど、そう、怖いなーってっていうだけ本当にそう思っちゃって、頭の中でぐる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 考えてました。自分の中では一生懸命やってるつもりなんですけど、なかなかうまくいかないなって。っていう感じです。っていうだけ。あなたの常識は足りない常識すごい言葉だね。やっぱさ、ね、気になっちゃうんですよ。
そんな感じでしたそんな感じでしたっていう雑な振りになっちゃったけど、なんかうまく伝えられなかったな。まあ全部をね気にしたらさ体持たないんだけど、ね、多分分かる人には分かると思うんだけど、好きが強すぎてこう逆にその強さが苦しめてしまうみたいなあるじゃないですか。自分でもちょっと何言ってるのか分かんないんですけど、頑張ってたつもりだった何伝えてんのかよくわかんないけど、他のこともねいろいろ重なってこうなっちゃったんですよね。ちょっと自分の中でそれとは別にいろいろ考え事してて、難しいなって人生、まあ、だから人生楽しいんだろうけど、はいそんな感じです。今の心境は、私の今の心境はこんな感じです。ねえ、やっぱね、人生ずっと楽しければいいのに、そんなことないからな。まあね、なんかファンが一番のアンチじゃないですか、変な言い方すると。それもありいろいろ悩んでしまったっていう結果です。失敗は成功のもとと、もととも言うし、次に生かせばいいのよ。ありがとう、ありがとうね。そうね、だからさ、なんかいろいろさツイッターでさ呼びかけてさ、なんか教えてもらおうかなって思ったけど、その勇気なくなっちゃった今今というか、何も知らない若い女性の目線を求めてると思うので気にしなさらずに。まあそうね、そのそれがありいただいたお仕事なので、そのやっぱ知ってほしいんだって、サッカーにこう興味持ってるけどこうよくわかんない人とか、もっとサッカーのこと興味持ってほしいってっていう思いでお声掛けいただいたので、でもまあわからないじゃん、第三者はその理由なんて。
ね。難しい立ち位置だね。そうね、そうね。でもせっかくさ知れる機会があるんだからさ知りたいじゃん。本当マジで右も左も分かってないからさねどうしようかねって感じなんですよ。ツイートしたらさ、良くないかな。ツイートしたら良くないかな。いやでもさ、なんでツイートしたらいいのかも分かんなくなってきちゃった。分からないからこそ壁にぶち当たっちゃうのよ。そうね。どう思う？どう思う？どう思う？みんな。でも今日の試合ツイッターでこう稽古の合間に追ってたんですけど、なんかあれだよね、後半でさ山があれですよね。なんかあれだったよね、追いついてなんか点入れられて80何分、そう逆転されちゃったんだよね。そうなんだよ。あーってなんかあ山が決めたって思って、でなんかそれが3、4分ぐらい前のやつで、でなんかスクロールしたら、ああ追いつかれちゃってたってなって、そう、うん、聞かずに恥をかくくらいなら聞いて恥かく方がいいんだよって、すごいね。ねえ、わかる。短時間でね、逆転されちゃったよね。そうなんですよ。そうなんですよ。だから、それもあり、あ、私が間違えたからかな、みたいなさ、もう、みたいな。もうなんか、負のオーラが、はあ、めっちゃ落ち込んでました。もういろいろ連鎖してるじゃん、もう、あーって。そんな力はない。そうなんだけど、やっぱこう風回るとさ不安やん。うん、っていう感じ。
待ってるつもりだったんだけどな。難しいね。こんなことも知らないのって。発信するとさ、思われそうで怖くてさ、だから避けてたんですよ、ショールームでも。そう、怖いね。もう会えたっていいじゃん、知らない場合じゃん。まあそういう風にね、言ってくださる方とそうではない方もいらっしゃるし、番組的地理的にもどうしてもパルセイロの話題の方が多いのもある。いや、そういうわけじゃないと思うんですよ。私番組作ってる方じゃないからわかんないけど、ちゃんと考えられてますよ。ただその、今週先週って言ったらいいの、今日16、15に放送されたやつで、ゲストがあのパルセイロの方だったってのもありだと思うし、みんなちゃんと平等にやろうとは思っていると思いますよ。だってキックオフ新州ですから、別にそれがね、それがさ、キックオフ新州じゃなくてどっちかのチームだのね、やつだったらさ、そりゃね、あれですけど、うん、そうだとは思ってますよ。ね、うん、まあ、あと私が今あのユースタの方のスタジアムツアーやってるわけだし、でも山川もさ、レディースできたんですよね。だからそっちもさ、こう取り上げられたらいいんじゃないかなとは思うよ。あ、私が言える立場じゃないんですけど、今までほら、パルセイロはさ、レディースもあったじゃん。ね。ってなるとさ、男子の両チームやって、で、レディースも取り上げて、とかなると。さ。ね。とは思いますけど。これが、私が、ね、山川の方のさ、ね、アルウィンのさ、スタジアムツアーしてたらさ、そりゃ山川の方がちょっと多くなるよね、時間的に考えてさ、30分ぐらいの番組でさ、ね、
別にちかなちゃんがどっち側とか思って見てないと思いますよ。そうね、そうだと嬉しい。私は両チームのこと知れたらいいなって思ってるから。はい、八方美人すんなよって言われそうだけどね、これだと。はい、山鹿の方もさ行きたいんだよね。優しくしてください。私ってそんなに冷たいかな。ファンのみんなに、あ、多分このコメント多分あれだよね、ノリノリで言ったんだよね。ね、分かってるよ。うん、別に優しい優しいよっていうコメント待ってるわけじゃないんだけど、なんかふと考えちゃう。たまに、そう、本当によく考えるんですよ。終わった後とかに、このコメントダメだったかなとかさ。あー、あんな言い方しちゃったけど大丈夫だったかなーって。めちゃめちゃ、考えたりはしてるんですけどね。わかんないんだよね。うん、どうしたらいいか。いい加減、難しい。難しいんですよ、本当に。一番悩んでると思う、私。最近の悩み事はそれかも。ファンとの関係性。それがすごい悩み。
ばんは。なしないや言われて大丈夫な人とダメな人おるから難しい。そうね、そうなの、人それぞれだし。今まで通りじゃダメってことなのかな。今まで通りがないから、私のルームって、超気まぐれじゃないですか。私の配信する時間もそうだし、内容もそうだし、私が発言することによって、いろいろ話す会話によって、みんながコメントする量が変わってきたりするから、私が面白い話すればするほどコメントは増えるし、でも別に何もなかった時って何もないじゃんっていうのもあるし、で盛り上げようと思って何かやっても、ああこの話は違ったかとかさ、配信一つでめっちゃ悩んじゃうんだよね。だからどこまで配信したら逆わかんない、今そのタイミング、早くこの悩みが解消されることを願っています。はい、ね、ツイッターが戻ってほしい、前の悩み戻ってほしい。おすすめいらん、本当におすすめいらん。モバメで返信してたような内容どこで書いたらいいのかというのはあります。まあね、まあね、モバメじゃない。今今思ったけど手紙だよ、それこそ。って思ってる。ディズニーばっかり見てたらおすすめがディズニーだけになった、羨ましい。
手紙だと思う私は。うん、かな、手紙ですね。そっちの方がいいなって私は思いますよ。だってこれはファンクラブ開設した時に言ったと思うんだけど、別にね、作らなくてもいいんですよ。ファンクラブっていうのは作ってもらったから、作っていただいたんです。はい、それは分かってほしい。私はまだそんなファンクラブ作っていいほど人気というかあるわけじゃないって思ってるから、そこに関してはすごい自信ないんですよ。だからそこは分かってほしいかな。わかるよ、みんなが NGT の時みたいにモバメのツールが欲しい、返信できる機能が欲しいって思うのはすごくわかるんだけど、それを手紙に変えることはダメですか？できない？もしみんなができないんだったら、うん、そうね、どうしようもできないんだけど、みんなの中ではまだその5年いたからさ、私も5年いたかな、5年間応援してた人は急にあったものがなくなっちゃった時の疾走感みたいなあると思うんだけど、当たり前じゃないからね。直筆のお手紙っていいよね。うん、いいと思う。そこまで
日にちがかかって半年後に届くとかはないから、そうね、もう NGT48 の安藤千香菜ではないから、それはちょっと分かってほしいかもしれない。今あるツールでなんとかやっていく方法を一緒に見つけませんか。どうだろう、ダメかな。私も一生懸命、今みんなもそうだと思うし、私もそうだし、自分の居場所を探してる最中なので、ね、どうでしょう。そうね、贅沢言うとね、確かにね。だから贅沢だったんですよ。アイドルに、アイドルからメールが来てアイドルに返信ができるっていうツールが贅沢だったんです。ね、で誰々ちゃんは少ない、誰々ちゃんは多い、今日誰々ちゃんからメールが来なかった、贅沢なんだよ、贅沢なんだよ、すごく。だって皆さんの年代だったらさね、もっと昔のアイドルの方とかいらっしゃったじゃないですか。その方にじゃあメールを送ることできました？返信、メールが来てメール返信することできました？違うよね。だからまあ今までのなんかこうモバメの返信のツールを探すとしたらお手紙じゃないかなって思うよ。できること、今ある中でできることって考えたら、ね、DM は見れないから。かな。ね。
ていう感じです。アイドルとファンの距離が近くなりすぎたってのはあるんだろうね、時代だなと。そうよね。でも私は何度も言うけど、何度も言ってみんながショックを受けちゃうかもしれないけど、私はもうアイドルじゃないので。私はもうアイドルじゃないし、私はもう NGT48 を卒業しているので。誰か文句言ったの？何も？まあね、近くなりすぎたってのもあるんだろうね、時代的にね。それはなんかなんとなくわかるな。だから私のなんだろう心配なところは、こう私がいろいろこう例えば何かしら発信するとするじゃないですか。みんなのためを思って発信していった時に、それがなんだろう当たり前になっちゃったりとか、みんなから行動を起こすこと がなくなっちゃったら嫌だなって思ってる。もちろんみんなが行動みんなから行動を起こしてくれることも当たり前じゃないけどね。思ってます。それがちょっと不安だなっていうのはある。そんな感じです。みんながたくさん行動を起こしてくれたら嬉しいなとも思うし、私もそれに負けじと頑張って行動を起こそうとも思うしっていう感じだから、なんだろう、ツイッターのリプとかどれぐらい来てるかなって見たり、いいねどれぐらいあるかなって見たり、リツイートどれぐらいあるかなって見たりしてる。やっぱ反応もらえると嬉しいからさ。っていう感じ。なんかすごいしんみりしちゃった。よし、話変えよう。でね、話変えるね。今日いろいろ公開されたと思うんですけど、なんだっけ、この物販について、そう、お知らせ情報解禁になるって言ったのは物販についてでした。物販が東京ボスの、物販リストが公開されました。公演パンフレット、公演 T シャツ、2種類、ブロマイド3枚セット、
でブロマイドコンプリートセット、キャスト別ランダムチェキ、チェキコンプリートセット、ランダム缶バッジ、缶バッジコンプリートセットがあります。はい。で夜中になんかいろいろこう書いてる、ラジオ配信で書いてたりしてたと思うんですけど、ランダムチェキです、はい、ランチェキのコンプセットってどういうこと？多分全キャストのやつじゃない？多分あの一枚一枚ポーズ違ったりするんですよ、チェキね、この水木でのチェキはここでしかゲットできないんで、合計でおいくらなさ分かりません分かりません。でもみんなチェキ好きじゃん。ブロマイドも楽しみ、どんな感じなのか。そして缶バッジ、これランダムなんだけどさ、缶バッジもさかわいい、欲しい私が欲しい私が欲しいです。とてもね、ちゃんとコメント欄見てるからね、私はツイッターのリプ欄を見てるからね誰がコメントしてくれたかなとかも見てるからね、私は。缶バッジを自引きできる運が欲しいそうよね、ね。チキはキャストは選べるんですよね、キャストがランダムだとなく。だからキャスト別ランダムチキね、私を選んでいただいてっていうことだと思うよ。キャスト別だからカットが違うってことなんだと思うよ、ポーズが違うってことだと思う私は。え、違う？私はそういう風に捉えてるけど、だってキャスト別だよ、キャスト別ランダムチェキってことでしょ。そう、同じものはないよっていうことなんだと思うよ。だってさ、キャスト別ランダムチェキとチェキコンプリートセットってのがあるんですよ。違うと思うよ。だからキャスチェキコンプリートセットっていうのは全キャストだと思うよ、全キャストのコンプリートセットだよっていう。キャスト別は私の水木のチェキでいろんなポーズがある中でどれが当たるかはお楽しみっていうだけだと思うけど、違いますかね、どうなんですかねはい、だと思ってた私は。そうだと思うよ。チェキコンプリートってことは全キャストのコンプリート、全キャストのチェキが入ってるよ。キャスト別ランチェキっていうのは私の中チカナのチェキで何のポーズか、何を書いてあるのかわからないよっていうだけだと思う。
うん、で全キャストセットと1000円お得ってだけらしいですよ。うん、そうだと思うよ。私はそう捉えてました。ちょっとよく読もうみんな。チキなんか書いてあるの？サインとかいろいろ書いてあります。コンプリートは後藤さん以外全員っていう意味だよね。そうだと思うよ。だってキャスト別ランチキってところにかっこ後藤さんのチェキはチェキの販売はございませんってことだから、後藤さんのチェキはチェキのランチキはないですよ。でチェキコンプリートセットっていうのところには後藤さんのチェキは入っていませんだから、ってことはだよ、ってことはキャスト別ランチキっていうのは、例えばチカナのチェキを指名します、だけどどんなポーズ何が書いてあるのかわからないよっていうランダムっていうことで、コンプリートセットっていうのは後藤さん以外のチェキが全員分あるよっていうことなんだと思うよ。はい、そう、缶バッジだけランダムなんと思うよ。ランダム缶バッジと缶バッジコンプリートセットっていうのがあるから、うん、はい、だと思います。もう物販行ってみてください。物販行ってみて聞きな、分かんなかったらこれでも分かんなかったら聞きな、どういうことですかってはい、チーム別ステッカーって瑞希のチームは未発表、これはどうなるんだろうね、瑞希のチームはねねえ、あとこの物販で分かんないことありますか？私の解釈でよければ説明しますよ。私の解釈が合ってるか知らないけど、はい、こんばんは。はい、どうでしょうか、わからないことはありませんか、大丈夫ですか、あとは現場で確認します。そうね、そちらがいいかと思います。ただ周りの人には迷惑かけないでねっていうのはみんなに伝えとくね。現場で欲しくなったら考えます。それがいいはい、それがいいです。なんか誰だこれは、レイラだ、かわいい、かわいい、迷惑とは、Google さんに聞いてみましょうか、迷惑っていう意味を。
やばい、読めない漢字が出てきた。なるほど。他人のことでわずらわしく嫌な目に遭うことです。迷惑っていう意味は。迷惑、簡単に言うと人に嫌な思いをさせるってことですよ。だからスタッフさんとかね、なんかに嫌な思いをさせちゃダメだよっていうことです。分かったかな分かったかな。すぐイライラしないようにね。分かる、私がね、私がね、マネージャーさんにもよく言われます。短期なのが治ればいいねって。治んないんだよ短期短期ね。初めて会場引くからワクワクですっていやもう本当にね、いろいろね、物販のことについてもあのツイートしてあるので、そのツイート見てみてくださいっていうのと、あと上演上なんだこれ、開演アナウンスします。21日14時の回、千秋楽の回をします。心臓が口から出ますはい。物販は終演後ですか？わかりません。どうなんだろう、聞いてみる。お疲れ様です。東京ウォーズの物販は終演後でしょうか。いや、終演後じゃないんじゃない。私の感覚は両方あるんじゃないかなとは思ってるけど、どうなんでしょうか。ね、でもまあ通販もあるかは気になる。通販は分からん。あんのかな。チェキとかはないんじゃないって思うよ、さすがに。チェキとかはないんじゃない。あったとしてもパンフレットとかさ、 T シャツとかじゃないのとは思うけど、どうなんだろうね。チェキは生物なので早くお召し上がりくださいなので、チェキはね、ね物販ないんじゃないかなって思うよ。とは思うけど、わかんない。
チキは早々になくなったら追加で取るかな。あ、その予定でございます。おそらく。そう、だからチキは生ものだからね、足りなくなったらまた本番中とかさ、着れるし、衣装とか髪の毛もセットしてもらったりさするじゃないですか。だから売り、そう、追加はできると思うんだよね、チキは。ただ通販でチキやるかはまだ分かんない、私も何にも分かんないから何にも言えないんだけど、あのご存知の通りチキは生ものなので追加で、公演中とかだったら追加で取れるけど、それができないんじゃないかなと思うよ、通販だったら。わからないですけどね、知りませんよ、わかりませんけど。追加分のサイン書きとか大変そう。いやでもほらね、心を込めて書かせていただきますよ。そんな感じでございます。これで合ってるかな。あ、あとトークポートめっちゃ早く完売したみたいでありがとうございます。追加はさすがにサインとかないんでない？え、サイン書くつもりだったよ私。わからん。書くつもりでした私は。お早めにお召し上がりくださいってメッセージ書かれてたらどうしよう。どれかに書いとこうかな、忘れてなかったら。そう、1週間後にはもう終わってるんですよ舞台だけど、絶賛トークポート中ですね。トークポートさ、最後のやつって何時、何時なんだろう。23時過ぎ、やば、みんな起きてられる？どうしよう、みんな寝ちゃってたら寝ちゃってたらどうしよう。折れるよりも血かなさの方が心配。大丈夫じゃね？大丈夫じゃね。その頃はまだ新潟に着いてません。そうだよね、最終ってさ、なんか12時近いよね、23時57分じゃない、新潟に着く最終のやつって。私それで帰ったことあるんだよ、マジで最悪だったね本当に。いや本当にみんな寝ないように気をつけてね、寝ないようにね。それだけが心配ですよ私は。寝るなよマジで。ずっとつな、ね、ずっとつなげて寝てればいいんだよ。で耳にルーム入っといて
ルーム入っとくことできないんだっけ、前もって。耳にイヤホンつけといてさ、え、その私が起こしてあげるから起きろってね。前もってさ、ルーム入れるのみんな。入れるんですか？で、そこが分かんない。3分前、10分前、まあ入れるとき入っときな。入れるときに入って、それでイヤホンつけて寝てるんだったらいいよ。最悪私が起こすからさ、繋がってればね、起きろってね。耳ぶっ壊す勢いだと思う。寝顔がおもろかった起こさず笑ってんの。うん、そう。え、マジ今日のさ、河野さんマジおもろかったいや私さずっとね、今までね、河野さんの芝居を後ろからしか見たことがなかったの、席的に。だから前で今日初めてだったのかな、昨日かな、前でちゃんと見たの初めてだったんですよ。超おもろかったよマジで今日言ったの私、河野さんに実は私見どころどこってファンの方に聞かれたんで、あ、河野さんですって言ったら、やめてやめて違うじゃんもうさ、年上なのにね、河野さんの方が断然年上なのに超おもろい、本当に河野さん最高たまちゃん最高だから、本当におもろいから、ごめん勝手にハードル上げて、本人不在でハードル上げてるけど、マジおもろいから、分かんない、私のさツボが浅いだけかもしれないんだけど、めっちゃおもろいんだよね本当に本当にいや最高なんだよ。なんかこれを早く見てほしい、早く見てほしい、願いだから見てほしい、おもろすぎるからそう姉ちゃん言ってたのがさ、ちゃんとさ喋らなくちゃいけないこともさ喋れなくって、今日のね稽古でね、ちゃんと言わなきゃいけないことを言えなくて、別にどうでもいいことベラ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 喋るのみたいなさ、めっちゃ面白かったんだよね。本当面白かったんですよ。いや本当に本当に面白い、マジで面白い、最高、本当に見せたい動画撮ったから、本当に見せたい、マジで。ちゃんとね、河野さんもやらなくちゃいけないところあるんですよ。たまちゃんもね、ちゃんとやらなくちゃいけないところがあるんだけど、そこがちゃんとできなくて、でもどうでもいいようなところ、別になんかちゃんとこうしなくてもいいようなところがもうベル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 しゃべれちゃってみたいな
いやマジおもろいんだよ、本当におもろいから。あのたまちゃん、たまちゃんに注目してください。本当に面白いから、たまちゃんが出てくるシーンは全部注目した方がいい。たまちゃんもマジでおもろいから、本当お願い。私ね、たまちゃんが好きなんだと思う、面白くて。いや本当おもろいのよ、お願い。そぼっちゃった、ごめんね。あとどこが見どころなんだろう。でも本当金の親、金の親かっこいいし、もうそれぞれの、でもそれぞれのあのアクションがもうねすごい、本当に。中にもこう盾やったことない方とかいらっしゃるんですよ。私もそのうちの一人なんですけど、でも、うん、すごい本当にかっこいいってなっちゃう。見入っちゃうもん、えって本当にすごいなって思っちゃうから、アクションですね。あとやっぱその人、その人その人によってこうキャラクターがやっぱ違うじゃないですか。いやこの人の喋り方すごいなとか、あこのキャラすごいいいなとか、私はめっちゃ思った。わかんない、これは何回も見てたからかもしれないんだけど、でも何回も見ててもそう思う。あこの人すごいなって、そう思いますね。本当にそうなんですよ。ちょっと調べよう。誰が私はね、私はあのちゃんはるさんがすごい、なんかすげえなって思う。中野ランナーズなんですけど、野原様なんだけど、めちゃめちゃすごいですね。感動しちゃう。なんか自分もこういう風になりたいなって思う。そう、170センチ超えの人が4人いるんですよ。三蔵エイト KP1、 あと平賀、あだから5人じゃない。いやその身長がめちゃめちゃ高い人がスラって並んだ時にすごいかっこいいの。初日は名前と役を覚えないと。確かにね、確かに確かに。だからこのさ、なんだっけ、あー出てこない、はー出てこないな。現状だ、チーム現状、チーム現状。この白い服着た人たちね、たまちゃん以外めっちゃ身長高いんよ。すら、もうすごいの。はっってなっちゃう。はっって、多分みんなわかると思う、見たら。私なんてちっちゃい方だからさ、本当に。でも私あの八幡が好き。全員好き。八幡も好き。八幡はあの金の親なんですけど、あの
エリザベス・マリーさん、すごいのよね、かっこいいし、かっこいいしってかかっこいい、あの演技かっこいいんだよね、やっぱね圧倒されますね、すごいなって、しかもめっちゃ可愛いんだよエリザベス・マリーさん、めっちゃ可愛いんですよめっちゃ可愛いんですよ、本人には言えてないんですけど、もうさ、うわ可愛いって可愛いなって思いながら可愛いって思いながらずっと見てた、可愛いって可愛いって目で追ってた、可愛いなって言えないからさ、言えないからもうこうやって見てるしかなくて、可愛い顔ちっちゃいの、こんなんよ、あマジシネとあのマリーさんマジ顔ちっちゃい、こんなもんしかなくて、本当にそしてあのね、それぞれの衣装が最高です、それぞれの衣装が最高です、もうね全部言ってしまいたいぐらい最高です本当に、でもこれ出てるかな、調べよう、調べた方がいい、あー出てるね、あのねマトビのあの衣装が最高すぎて、あのチャック開けちゃったここにねチャックがあるんですよ、開けちゃった思わずってほんとにすごいのよ、びっくりしちゃってここにチャックあるからさ、って思って扉開けてって言って開けちゃったそう開けちゃった思わず、びっくりしちゃった、これだってチャックあるんだもん、だってこの衣装だよ、この衣装だよ、ねえ開けちゃうねそれはねそれ開けちゃうよそのコードのびっくりした開けちゃった、いいでしょ共演者の特権おいおいおいって言われた、おいおいびっくりしちゃったよびっくりしちゃったよ、お母さんびっくりしちゃったこんなもん着ちゃダメだって、ね、びっくりしちゃいましたねびっくりしたのは相手の方ねえ、違うんですよ、他のキャストさんも開けてたので、じゃあ開けていいかなって思って、ちゃんと聞いたよ、私はいいですかってちゃんと聞いた、いいですかで開けたちゃんと私は聞いたから1時間前のチカナソとのさ、本当にそれな
そうだよ、私はちゃんと聞いてるから。勝手になんて、勝手になんてしないですよ。何みんな変なこと考えてんの、頭おかしいんじゃない。ダメだよみんな、何変なこと考えてんの。私はちゃんと礼儀正しく聞いてますよ。開けていいですか。失礼します、コンコン、失礼します、扉開けてって。何の話してんの、本当にもう。本当にもうさ、でもマジで、あのね、最高です。まとびと風天最高ですね。ちょっと話持っててほしい。俺の推しメンこんなじゃなかったはずって。持っててくれって。持ってないと思うよ。いいですね。変なところで丁寧だって、嘘でしょ。ああ面白かった、笑った笑った。ああ笑った、楽しかったね。私何分からショーラブ始めたの。でずっと喋ってない、怖いよ。私1時間半もやってんの、やばマジやば。真顔やめてって言われちゃった、ごめんね。めんね。いやほんと最終稽古になっちゃったよ。なんか、ま、みんなに会えなくなるの寂しくなっちゃうな。あまた泣いちゃいそう。あ鬼滅じゃん。待って何時からだっけ。待ってリアタイしたい。ちょっと待って、鬼滅何時11時15分あれ？うわー、お風呂入れない。いやーでも入りたいな。お風呂、いやどうしよう、リアタイするのやめよう、風呂が先。いやでも待って、いや待って、うわーやらかしたー。いや40分じゃ私お風呂入れない。どうしよう。何分あんの、どうしよう。いやお風呂入らない。あ、じゃあ入る。録画、私ね東京あの MER 今録画してんのよ、途中からだけど。やらかしたー。 1,2 分遅れたけど東京 MER をね録画してるんですよ。終わったの早くない？1時間なの？そうなんだ、そっか。そう、なんか映画やるんだよね。やばい、見たい映画いっぱいある、どうしよう。お風呂にテレビ持ち込めない。そうやってたよ、やってた。映画やるから4月28日公開。私もさっき知ったのさっき知って録画し始めたんでね。そうなんですよ、 MER やるんですよ。
かなちゃん忙しくてなかなか時間ないもんね。そうね、今はほんとに5月の5月の中旬ぐらいまではちょっとバタバタしてますね。中旬以降もバタバタするんですけど、今のところここは予定入ってないってところがあるから、そこでもう体ゆっくり休めてってやるしかないなっていう感じがある。それ以降またねお仕事入ってるので、いやそうなんで、ほとんど休みないね。いや人狼が心配なんですよ。私人狼も覚えることたくさんあるから、ダンス覚えなきゃ。やばい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 。間そうなんですよ。そうなんですよね。そう人狼終わっておもてなすあるし、でその間にねちゃんとワロップもあるしさ、だしサッカーの試合も見とかないとってめっちゃ思ってるんだよね。嬉しい悲鳴です。よいしょ、ピカピカって。ありがとう。体調気をつけてね。体壊さんといて。大丈夫大丈夫。突然プツって切れる時あるけどでもこの間そうね、電源切れたからまあ大丈夫じゃない。近々は切れないっしょ。って思ってる。頭パンクしそう。そうね、パンクしないように気をつけるわ。休めるときに休んでね。そうね、ありがとう。大丈夫だよ。だぞーも適度に見るんだぞ。いやーでもノート作りたいからさ、4月9日の分は見たじゃん。でも今回の分と第一節からちゃんと見ないといけないんだよね。見てちゃんとノート取ってまとめたいんだけど、それができるかなって感じ。何気づいてない？何何何？やばいやばいやばい。じゃああとあれ大丈夫ですっていう許可が出たので、言います。東京ウォーズの物販は開演前と開演後に両方あります。はい、開演前と開演後両方あるみたいです。はいはい、ありがとうございますって言っとくね。はい、なのでね、開演前にまず私のグッズを買っていただきみんなのプラン私が立てちゃうねまず開演前に、私のグッズをゲットします。で終演後、終演後に
追加で混入するのもあり、そのまま帰るのもありっていうことに しとけばいいんだよ。どうどうね。でもしさ、終演後にさ、あ、この子かわいいなとかさ、あ、この人面白かったなって思った人がいたら、またね、ほら、そのもうどうどうそのルーティーンおすすめ、おすすめです。で終演後とか混むと思うの。開演前もう混むかもしれないけど、終演後って人に中に人がいっぱいいるじゃん。それがこうバッて出るからさね。本当だよ、 DD の始まりだよ。でも私のところに戻ってきてくれたらいいから。私はそれずっと言ってると思うけど、どっか他のところ行ってさ、私は言ってるじゃん、他のところ行ってもいいよって。でも最後に私のところに戻ってきてくれたらいいからって。ちゃんと私のところに戻ってきてくれたらいいよとは言ってるからさね。っていう感じです。終わり男女読んで、お風呂入って、ちょっと部屋汚ねえんだよな、ね、お風呂入る、はい、風呂男女、13位まさみんさん、13位まさみんさん、12位かわちゃんさん、12位かわちゃんさん、11位かぶさん、11位かぶさん、10位のぶさん、10位のぶさん、9位コージーさん、9位コージーさん、8位グッピーさん、8位グッピーさん、7位ナリスタさん、7位ナリスタさん、6位ハブトゥーセーブさん、6位ハブトゥーセーブさん、5位タッチンさん、5位タッチンさん、4位梅ちゃんのさん、4位梅ちゃんのさん、3位トムネコさん、3位トムネコさん、2位ユーノさん、2位ユーノさん、1位リナオさん、1位リナオさん、ありがとうございます。ということで、いろんなお話しましたが、なんか私の言葉足らずとかだったらごめんなさい。でもみんなにいろいろこう伝えることができてよかったなと思ってます。はい、ありがとう、みんな聞いてくれて私の話。ではではありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバーイ、またねー。